夏バスくん。ギズモがバッチリ丸飲み。風神スーパースパイダー、これでやってみたいと思います。丸飲み、こんな感じのナイスなバスが釣れましたよ。これはトリプルフックかかったんだよ。はい、また釣れましたが、こいつはですね、お見事にトリプルフックアンガーね、ここにつけたこの8番フックをシュポッと吸い込むような感じで食ってくれたんで、こういう時はね、いいかもしれないですね。まあまあ、サイズはどうでしょうか。細長い40あるらしっていう感じですけども、じゃあこいつはまず逃がします。そんなああいう岩盤にパンってぶつけて、岩盤から50センチ以内でちょこちょこやってると食うよなんていう時は、あとはそんなに障害物とか多くないんで、こういう感じのトリプルフックつけてやってみてますが、本当ちょっとやる気のないシュポって感じで吸い込むようなバイトは、このシステムだと結構効果的に取れるのかな。まあ、もうちょっと試してみたいと思います。